そうですね、皆さんこの動画をご覧になっていらっしゃる方は、まあ、哲学というと少しとっつきにくいっていうイメージをお持ちの方いらっしゃると思うんですけど、多分そう思われる背景には時代とかあと場所とかそういったものがすごく遠くのところの世界の話をされてるっていうことで難しいというイメージをお持ちの方いらっしゃると思うんですね。ですけれどもまあ、そこをなんとかコツをつかんで哲学の話を理解するというコツをつかむと人類の2500年の英知にアクセスできるっていうそういう、まあ、アクセスした上で何か楽しい時間が過ごせるんではないかっていうところはあると思います。2500年前からの現代に至るまでの蓄積なので遠ければ遠いほどあんまり意味がないように感じられるかもしれないんですけど考えられている以上に人の思考の枠組みってそんなに進化していないっていうことが分かっていて、ですので何かコミュニケーション上の齟齬が生じた時にこれはあの時のあの考え方がもしかしたらベースになっているかもしれないっていうことが分かれば何かどこで齟齬が生じたのかっていうところを客観的に冷静に見ることができるんじゃないかなというそういう効用はあるかなと思います。いろいろ工学とか医学とか法学とかそういった実学ですと皆さんそれを学んだ後に何になるのかっていうことをイメージしやすいと思うんですけれども哲学って学んだ後何になれるのか実際学んだ人がどういう活動されてるのかっていうことをその人の背景も含めてインタビューしていこうというそれでもう少し哲学に対するイメージを広く一般の方にも知っていただけるような形で届けたいということで、続けています。哲学を学んで哲学者になった方々っていうとそうですね割と見た目的には多分普通の人と変わらないんですけど話すとすごくこう独特な言葉遣いであったりとか独特な発想であったりとかものを見る視点がすごく新しい今まで聞いたことがない言葉を聞けるのでその哲学者の方々が本にされていることも多いんですけどインタビューの間だとその背景まで聞けるのでより今までになかった言葉発想が聞けるっていうのをそういうところはあります。現代における時間論っていうことなんですけれども皆さん多分毎日お仕事されていたりですとかご家庭で誰かをケアをされていたいらっしゃったりすると思うんですけどその時時計が示す時間に追われていて毎日なんでこんなにあっという間に過ぎるんだろうってお感じになられる方多いと思うんですね。で哲学でいうとこの時間っていうのがその日常的な日常生活でいうとこの時間と、ちょっと違っていて時間そのものの概念に迫るっていうところで概念の分析をするっていう意味になります。でそういう意味では哲学上の時間論っていろんな人がいろんなことを言ってるんですけれどもまだまだこうオープンクエスチョンでこれっていうものがみんなが納得する時間論っていうものが出てきていないといいますかいろんな時間論があるっていうことではあるんですけれども例えば物が運動していてそれを数える数が時間になるですとか意識に着目して意識の純粋的な持続である純粋持続であるっていう人もいます。であと人間っていう存在に着目して人は生まれて死ぬまでのこう道のりがありますよね。死の方に望んでいる存在であるからその存在が生み出す派生物が時間だっていう人もいます。で今日私がお話しする時間論を提唱した人は、ジョン・マクタカードという20世紀初頭に活躍した、哲学者ですけれどもその、
哲学者が言うには、時間論、時間とはこれこれだって定義したわけではなくて、逆に時間っていうものは存在しないんだという、そういうことを言った人です。時間論そのものを分析する手法っていろいろあるんですけれども、ジョン・マクタカートの場合はこの結論自体も独創的なんですけれども、その時間が実在しないっていう、結論に至るまでの論証がすごく独創的なので、そこにどういった段階があるのかっていうのをみんなで議論しているっていう状況です。本当に今現代生きている哲学者がこのちょっと変わってきている時間の感覚についてどう言っているのかっていうのは、まだまだこれから出てくる問題だと思うんですけれども、そういった新しいこう時間に対する感じ方みたいなものの以前の話の哲学の時間論であれば、何かこうそれこそ死に向かって自分はどん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 老いていくみたいな感覚と、今言った没入感ですとか、いろんなものが画面上で変わっていって、何か目の前がチカチカしながら、だん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 このスクリーンに座って自分だけが年老いていくっていう感じは、少しちょっと怖い感じはあるかもしれないですよね。で、そういった以前、コロナ禍以前で言われていた時間論と、コロナ禍における時間の感覚っていうものを結びつけるような哲学者の見解っていうのは、これからだとは思うんですけれども、何か結びつけようと思えばできるような気もします。今までの時間論ってすごくこう一本の線の上を、自分が生まれたところを最初の起点として、どんどんこう線の上をたどっていって、あるところで自分の人生が終わるという線上的な世界観の中で時間という感覚が支えられてきたと思うんですけれども、その感覚って実は言語の依存性があるんじゃないかという視点を、手話という言語から教えられたところがありまして。